今日も1週間経ってニコ生の日になったけどね、今日も1時間ちょっと見てください。お願いします。お願いします。お願いします。久しぶり1週間ぶりでしょ。1週間ぶり1週間が結構久々だからね。俺この前ね思った1週間が結構久々だなって。1週間出ないだけでなんかいろいろ変わるもんな。画面変わってるし。俺も解禁解禁ユーゴ5個解禁だからもうユーゴ5個だよ。俺も解禁ユーゴ5個ユーゴ氷でも最近一緒に歩いてる時に氷割ってたよ。あれですよ、あれもう酔っ払っちゃったとか言ってましたよ。笑っちゃったよ。何のこれですか。これそれ。え？俺それ。氷結ですか。カイピョン。あ、今日カイピョン来ない。動物園。そう、動物園に出てるからあいつは。これさ、先週も言ってたでしょ。俺がいないで。ね。今のね時期ね、夏休みだからね、動物園ブーム。好きな人ばっかり。誰？あ、嬉しいね。これ多分俺のお母さんだね。マジか。ケイちゃん。ケイコちゃん。ケイコちゃんだね、これ。ケイコちゃん。ケイコちゃん。ケイちゃんの息子、青だらけです。ちょっと。ケイコちゃん、青子だよ。ぬるい。乾杯するじゃん。超失敗した。最近、極ゼロにハマってます。セナです。ハンハン。いや、でもこの前、すごくないこれ。ここくらいまで青だったから。全然余裕だよ。まだ走りしよう。イエーイ、ゼロ、毒ゼロ、プリン体もゼロ、糖質もゼロ、体に優しい、イエイ、いいよ、うん。でね、エコー始めましたって何？あ、タイトル。なんだろう。あれじゃない、カラオケとかのエコーじゃないですか。あ、そういうこと？え、じゃあ歌います？じゃあ歌ってよ。歌ってよ。歌って歌って、ユーゴ歌って。歌ってよ、ねえ歌ってよ。ねえユーゴ。夢じゃないあれもこれも。ハゲダバカ4じゃないの。ハゲダバカ4だ。いやずっと考えてたのに今先週の先週先週の先週の、だから乗れなかったんだ。乗れなかった全然知らないんだ。1週間してたらこんな感じだから。そうだよ1週間もうなんかすげえ置いてかれた気分だよもうすでに。正しいぜ先週のやつ。あ、ちゃんとみんな見つけは見つけの夢は私だから。誰だ。いや俺だから。え、俺だから。送ってない今日。あ、送ってないですね。送っていく？送っておきましょう。俺の方は嫁だから絶対送らないと。喋ってみよう。ゴリラ、ウホーのバージョンお願いします。ウホーウホー。夢じゃないあれもこれも胸を投げましょう。祝福が欲しいのなら泣きましょう。そして輝く。うほうほうほう。ゴリラウホーだったのに。ゴリラウホーだったのに、ね、あ、ゴリラウホーだ。ウホウホウホーって。全開だったね今ね。もう送ったから、ニコ生に送ったから。ほら、それさせちゃダメっていうの本当に分かってるね。ウホウホウホーって言ってるの。ウホウホウホー。でもあれ今回もあれ同時進行でねコメントと一緒に遊んでこうやってきたよね。そうですね。それ役はいいっすよ。お願いします。ウホウホー役っすか。でもセナツの破壊力高めてるわけ。多分壁とかどんどんいっちゃうんだろう。いやこの音はやばかった。横でちょっと俺らジャンプしたら分かんなかった。これ浮いてたよこれ。どうした。あ、ほんとっすか。俺こうやってんの受けてなかった。あいつこっち。こっちじゃなくて、お前が止まらなかっただけ。あれ、俺らね、信号で休まったの。ポンって、すぐ行っちゃうもんね。いやいやいや、セナッチのそういうとこ好きだって。ありがとうございます。はい、体張ってます。いや、でも、リスターズボンどうしたの。穴開いてるから。ビッピリだね。ビリビリだと思うでしょ。これ、全然継ぎはぎだらけだ。ねえ、も
でも OK だから。OK ですか。行っちゃいます。いやでも嫁って言ってるやつがいるから。ねちょっとね。嫁って言ってるやつ覚えとけ。誕生日おめでとうって。おめでとう。イエーイおめでとう。え、シーンなの？シーンだったよ。シーンなの？そうやってレッドワイン飲んでます。最近レッドワインなんだよね、ハマってんの、うん、タバスコ入りの。タバスコ入りのセラッチョが頼む先めっちゃなんか味違うんだよね。普通のと味濃いか、なんで辛いか、うん、塩分多めか。あ、そうかも。いつもはでもあってあれですもんね、タバスコとか入れますから。そう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 、うん、だいぶ入れるもん。レッドワインにタバスコ合うよ、マジで。だって朝起きたらタバスコ飲むでしょ。なんでや、なんでや。ああ、おおおおおおいや、ちょっと帰るポリスの重さが補っていかないと。俺は今日いねえから平和かなと思ったのに。店長、私イライラが止まりません。うわうわ、ユウゴ撃ったでしょ。なんでなんでなんで。俺っすか。あ、セナッチが撃ったのか。なんで、ユウゴやめろよ。たまにこっちからのコメントもあるから、ね、ありましたね、こうやって裏でね。そう、この前サクヤだったから。サクヤやられたからな、俺それで。あ、そっか、前回新しい面滑ってたんだ。いや、前回結構しんどかったよ、締め日前だったから。締め日超強いよ、ベロベロだよ。スーツがきた。今日もドナイヤって来てる。ドナイヤだよ、ドナイヤ。今日もデーレン、はい、安定のドナイヤ。安定のドナイヤ。飛び目にやった、ただ俺ら。なんと今ドナイヤ期間限定で。期間限定ゆず、さっぱりゆずソース。わぁゆず。ゆず。さっぱりゆず。え、なに、なにソース。さっぱりゆずソース。ゆず。ゆず好きっすよ。あ、ゆず好き。俺も好きっす。ゆず好き。さっぱりしてる。食べてる。はい、お箸でございます。お箸でございます。おー、ありがとうございます。うん、さっぱりさっぱり。どうすか。前のがうまかった。前のなんすか。前回オリジナル。俺はほう、なんかうまかった。食べやつじゃなくて。うん。いただきます。ああ。前のがうまくなかった。うん。いただきます。せやってよく食うんだろうな。え、ゆずっていうなんかレモンチップ。うん。ちょっと酸っぱい。うん。うん。さっぱりする、本当に。あ、オリジナル食べたよ。やった、ありがとうございます。5万円効果あり、ジョーカーに効果ゼロ。どんどん反比例してくんだろ、ニコ玉やることによって。ドナイヤの売り上げちょっと上がるけど、ジョーカーは変わらず、変わらずちょっと下がる感じ。初回こず。大変や。でもね、結構上の方に初回行くべきみたいなコメントあったよ。本当ですか。ジョーカー、いや、それはできないよ。テレビで行ったらおかしいだろ。ジョーカーなんとか楽しい、初回行くべきみたいな、確かあったと思う。バーッと見たと。あ、でもなんかあった。じゃんじゃん来てくださいよ、本当に楽しみにしてるから。ねえ、セナッチに会いに来てって言った方がいいよ。え、俺に会いに来い。初回入ってみる。あれ、いや、ねえ、あれ大体セナッチ送りだから初回来た。いつもセナッチ。ほら、初回行ける気あったね。そんなことないじゃん、うん、あるわ。俺とイスターでね、人数合わせだからね。そうだよ、初回の人数合わせってことだよ。そうそう。裏から出さなくていいですか。え、バックに30人くらいいる。いいっすか。出さない出さない。30人くらいのクズです。クズ。いるだけ。あら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 。ドナイヤ初回行くべき、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 それは行くべき。ドナイヤからはしごでいいんじゃない。あー、そうですか。あ、買ってきたよっていう。うん、多分大体3人4人ドナイヤ買ってきてから得点つけましょうよ。このさ、この部分持ってきたらさ、得点つけよ。どうすりゃコンビを刺すだろ。怖い、怖い。そんなやついねえけどな。集めんの、これを集める。これでジョーカー安くなるんだって。ただ持ち込めようかなっていうからね。安くする分。ドラマイゼロ、ドラマイゼロ。むしろ女の子からしたらマイナスになっちゃう。マイナス大変だよ、それぼったくりやん、それ。やっぱドナイヤの回しもんだって感じだもん。あらての詐欺だよね。やっぱりね。いや、ドナイヤコメント多いね。多いですね。今日でも倍一席がまだ来てないから。来てない。
来てないですね。休みっすか。今日先週来てた。今日唯一来たのがバイ代表でした。わお。あ、いつきちゃんと一緒だったやつ。そうっす。代表やけにこれ見たら結構ウケるよね。ウケるのかな。あんたちゃんとやっとんなとか言って。絶対やってないですよ。見てない。絶対見てない。見てないもん。絶対見てない。絶対見てない。どれに笑ったの、ミスさん。どれですか。今どれに笑ったの。自動車のポストは嫌いです。この中でしてない人にギシャール入れます、ね、入れてよ。入れてよ。入れてよ。そうだよね。入れて。そんなその気しねえから化粧。そういう問題なの。喋って。はい。喋っておかしない。ジョーカーの上はドナイヤ、ドナイヤじゃない。いや、なんか寝てないからさ、まっとも回んないんだよね。あっ、来た。倍接客。倍接客。あ、ごめん、忘れてた。すごいね、もうコメント見てるとこさ。あ、来たよ。来たよだもんね。いつだのお客さん。でもなんかね、ジョーカーのあれじゃん。すごいですね、椅子客と唐揚げ王さん見てるって。ねえ、ユーゴユーゴねえ、ユーゴユーゴねえ、なーにやばい。ねえ、ユーゴって言ってるよ。ユーゴなーにこれ完全に身内ネタっぽいよね、ちょっと身内ネタだね、これやばい。ねえ、ねえ、ユーゴなーにって言った方がいいよ。なーに、なーに。ねえねえ、シンゴって来たら誰だよ、シンゴって。誰の本名もシンゴじゃねえし。ユーゴリンだって。本当に。なに、今日ユーゴ祭り。イエーイ、セナッチョいのに俺、イエーイ、嬉しいね。ドドキン、ノーマンズ、クロム、どれがいいですか。開けますって来た。よかったじゃん、もらった方がいいじゃん。そうだ、はい、何がいい。何が好き？ちゃんとロードキン好きだよ。今全部ロードキンス。キスはローワンズ好きだよ。ローワンズ。で、ユーゴクロマーツ好きだよ。クロマーツ。俺ジャスティンだ。俺ターコイズ。ねえねえ。ねえ。すごい、これハート使えるんだね。絵文字付きです。ねえねえ、ハーゲー。これ、これ。これ、悪用したじゃん。絶対悪用したじゃん。ねえねえの悪用だよね、これもう。完全。ハート使えるっていうか、ハート使いよう半端なくない。すごい、ね、使えるんだ。めっちゃハートきた、めっちゃハートきた。ね、もっとハート送って。スペードはスペード。色のないハートマンだね。やばい、めっちゃきた、めっちゃハートきた。めっちゃハートきた。こっちで見ると、ねえねえ、ハーゲー。あ、赤なんだ。なーにー、やばいの。あー、ハートだらけ。ハートとか使えるんだ。あー、ハートだらけ。いや、もうイッサが好きなのは星だよ。かしかし、イッサは星が好き。おいハゲってやる。ねえねえ、ハーゲーからおいハゲってきました。ねえ、ユーゴー、これはなーにこれ、映ってないけど。もう終わっちゃうんじゃないの、もう1時間。これ映ってないけど、緑のハートなんだよ。本当だ、すげえ。あ、これだ。2人の反応弱くない。最近企画しないの。企画しましょうか、今から。何企画します。スカロカ、何企画がいい。ユーゴが直感何回いけるか企画。直感1回もできないし。見たことないです。オフショットのとか動画欲しいでしょ。あるから、あるよ。写真ください、ください。こそういうやつ持ってたんで待ってたよね、ちょっとね。俺と空気読めますね、すごく。セナちゃん疲れてるの。疲れてるけど。うざい。うざうざわけな、本当に。この後も撮りに行きましょう。うざいね、コメント今のプリクラこんなんできんだよ。誰もコメントくれないで。もう一枚ください。じゃあありがとうございました。コメントに困ったらありがとうございます。ちなみにこれからニコ生だよって書いてある店長だからね。ありがとうございます。じゃあ、いくらなんで全然撮ったことねえよ。久々ぶりが撮ったらすごいもん。これ終わったらみんな撮りに行きましょう。ずっと撮りたいんだね。すごい撮りたいんだね、お前。早く飲めよ。飲むから飲むから撮りに行こうよ。動画、動画載せるんですか。
動画いけるんすか。動画あるっけ。動画ちょっと危険なやつ全部モザイクになっちゃうけど。でもタクトそうライジングスタンのやつだ。あるけどタクトと太陽がチューしてるやつとか、なんかそんなやつしかない。ああ、あと甲斐大熱唱とか。甲斐ないんだよ。甲斐大熱唱行って。甲斐大熱唱行く、行きましょう。それ脱いだりしてないですか。脱いだりもしてないんだけど、ちょっとね、なんか酔っ払いすぎて外れすぎてる。違うんだよこれ音がで、これ女の子がいるからね。アフターだから女の子いるんだよね。ああ、じゃあダメですね。でも得意見たいって書いてある。じゃあ得意のダンスを送ってあげようか俺。ああそういうやつ。あれ、あれ大丈夫じゃないですか。あれ大丈夫かな。大丈夫、知らないぞ。じゃあ送ってあげようかな。見たい見たい。でも超得意格好つけてよこれ超見たい待ってね、超見たい。動画、動画なんか本当に得意の影山のコラボみたいなやつ。ああ影山もいいですね、うん、ジョーカーショータイムありますよ。あるよ、うん、あります。影山ライブの誕生じゃない。ねえ、ユーゴ、今日行くねえだって。待ってるね。本当に来るのか。いや、待ってるから。マジで待ってっから。今日はまったり放送。あんまね、飲めんのよね、今日。今から社長のとこ行かなきゃいけんから。そう、だから。じゃあ、コンペラベロだね、これ。ちょっと動画なんて、ちょっと遅い。ねえ、だから。でちょっと大体でもさ、最初まったりじゃない。まったり、まったりから始まって中盤後半でさ、もうあれだよね、爆笑のね、嵐だからね、うん、そうそう。今これあれよ、ウォーミングアップ。ウォーミングアップ、そうそうそう、流しアップしとかないとね。アップは大事だよ。いつでなんか抜くかって話になって。なんでや。熱くないの。熱くないっすよ。全然汗も出ないし。ほんとだ。俺暑いっすね。暑いよね。俺も暑い。え暑いよ。しかも今日さ、イッサと原宿行ったらさ、急に雨降ってきてさ、めっちゃジメ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 しててさ、最悪だよね。今日強制締め日だから、みんなで上海集合。来てきてー。今日強制締めなの。あ、今日強制締め日だからやべえって、マジで。いや、久々の原宿は良かったわ。ちょっとね、原宿久々、全然行ってないですね。行ってない。竹下通りもやばいし、もう一茶がめっちゃ面白かったんだよね。やっぱ絡まれてました。変な女の子スタイルになんか、あれとか言ってやってました。ヤマピーの彼、ヤマピーと同じネックレスつけてるんですけど、それでイサピーですか。うん、女の子がこうやってなんか会計してるときに誰かに多分あげようとしてんだよね。こうやって合わせてんだけど、でも分かんないじゃん、うん、だからイッサがつけてるからイッサの方を見てて、あ、大体そう、あ、買いますっつって、イッサの目で買ってたから、貢献してたから。イサピーじゃん。イサピーだ。イサピー、イサピーじゃん。イサピー、来た来た、イサピー。はい、イサピーだよ。イサピーマリオンクレープ行ったんですか。マリオンクレープ、俺本当に原宿でクレープ食ったことないんだよ。クレープ食うな。何クレープ食うな。バナナチョコミルク。ミルクねえじゃん。バニラだろ。バニラ。アイスとかでしょ。俺バナナチョコ生クリーム。あー、大体第一位なんですよ。俺ピザ。あー、ピザとかよ。まあ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 。俺もピザだ。チーズ。甘いじゃん。チーズ。クレープは甘いイメージが。一番左、俺かな。どうしよう。おい、いけない。おい、その一言で3杯ぐらい飲めんじゃないですか。いけそうだな。つまみでいける。一番左イケメン、イサピじゃん。イサピ一番左イケメン、一番左イケメン、一番1どんぐらいなのか。いや、1で1杯で、バンで2杯いこうかなと思って。そんくらい飲めます。来ました、一
一番左クソタイプ。うわっ、イサピめっちゃタイプ多いじゃないですか。一番いやいや、また始めかな。一番左神ですよ。クソタイプ神。ね、神ってさ、なんか俺もう人間として見せられてない感じなんで、もうゴッドだよね。ゴッドだよ、ゴッド。まあ、ニコ生界のイッサみたいな感じだよね。うん、え、ニコ生界の神じゃないですか。ニコ生界のイッサって、たぶん普通ですよ。ニコ生界のイサピ。なに、火ダメ、声ダメ。あ、強い。いとこに似てる、よく言われるね。あ、セナッチョが一番。結局出てくんの、しゃんないでよ、今俺のコーナーだから。イスタコーナー、俺のイスタコーナー終わっちゃったよ。イスタの暴露してあげようか。はい、CM でーす。どうぞーどうぞー。あ、外れちゃった。終わりだから。CM 行かないっすね。 CM です。君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが好き嫌い好き嫌い好き好きだバカハニー。素敵な恋しよう。好きだバカ、お誕生日おめでとう。言ったからね。マイブーム、好きだバカ、うん、基本的に言わないで。俺好きって言われたことないけど。ないよ。いや、俺もない。俺もないな。ありがとう言われることある。あと飲んでないじゃないですか。それ大体その二言くらい。え、嘘つけ。それか、なんか、うん、無理って近いのあるんだよ。俺嫌われてんのかな。いやいや、全然いつかは嫌われてないと思う。だってコメントが神ですから。神ですもんね、うん、あれ、こうやってましょうか。ザビエ。誰がザビエ。誰がツルトさん。よくわかったな、お前。でも、こいつ昨日スリッパあるじゃん、スリッパ。はい、負けた。それダメだよ、言っちゃ。店長って書いてあったの。店長って書いてあって、俺顔長いから、蝶が長かったの。はい、イッサ書いてあるでしょ。あー、そうそうそう。で、片方に桜井イッサって書いてあって、普通に書いてあったんだよね、うん、桜井イッサって。ユーゴが、なんで上の方だけインク落とさなかったんですかって言ったの。で、横、なんで横文字にしなかったんですか。横、言ってたよ。俺っすか。俺じゃないんじゃないですか。だから、他の席バレてた。あ、嫌いだよ、嫌いだよ。別にどっちでもいいみたいな。ユーゴが。あ、来ました動画。じゃあ、動画お願いします。ながらろ。こんな時間かかるんだ、動画。動画いくよ。これ、大丈夫、俺ら映んない。俺ら映んない。え、声って聞こえてるの。多分。あ、終わってた。イエーイ。ふっさとか書いてあるよ、ふっさって。まあ、来ないやつが悪いよね。あれが、今動物園でやってるショーの一番支持率だよね。まあ、
30分あるんだけど、いやーマジ絶対出なきゃじゃんこれもう、うん、ねえ絶対出なきゃじゃない、変なやつ流されちゃうよ、やばいな、意外なキャラですよしょ、そう、あんなんするんだよ、かわいぴょん、やばいなぁ、かわいぴょんかわいそう、これからムービー撮られたら気をつけた方がいい、気をつけない、流されるかもしれない、撮んないでよ、ムービーをね、怖いな、写真も怖いもん、写真も怖いな今はあれで忙しいんだね動物園でショーやってるから、だから、あ、違う違う、ジョーカーでショータイムないのって上コメントで、 あれだよ、あれやってる、そう、あれ、あいつショータイムあれだから、最終的にワイヤーアクション始まるからね、あの高さ結構低いね、そう、低空飛行になるとやば、危ない動画公開していこう、いや、本当に危ないからやめた方がいいよ、ジョーカーいじめ、やめたねいじめじゃねえよ、いじめなら仲いいからだよ、そうだよね、これで彼に文句言われたら怒るよこれがいじめだっつってね理不尽半端ないねリッサさん、お兄ちゃんリアル友達らしいですよ、え誰誰え、誰聞いたこと、それ超知りたいね、誰本当に友達知人じゃないの、友達コメントしてくれたら嬉しくない、嬉しい、相変わらず変わってねえなーとかね、いや超変わったって言われるんだろうな俺、友達に変わった、そんなしなくて言われたの、おいジャガイモとか言われた坊主だったし、ユッサ怒ることあんの、俺怒ること、モラルに反したら怒る例えば、例えば最近何に一番怒ったかやつ言ってこい、最近か、俺怒ってねえな最近、あんま勝手に言うだけだよ、え、この前なかった、もう怒る誰誰誰それ、あれメダカって言っちゃいけないと言いたいみたいなやつ、あー、我慢しない、怒ることあるかな、俺ない、俺も普段は怒んないけど、なんだろう、誰が一番怒ったら怖そう、ああねえ、輪ゴムで顔ピンってやったら怒られたって誰、いや、俺は知ってる、俺の姫だろこれ俺見てたし、俺なんか10発くらい食らったもん全員名前出てんじゃん、いつから怖そう、なんでこの2人のこと絶対怖いじゃん、怖くない、俺怒んないし、俺平和主義者だし、その顔ね、なんで顔関係ある、すぐゴムゴムのってやるじゃん、ね、あーやるやるやる、困ったら飲む、困ったら背中を困らせれば飲むぞ、そうそう、なんかいろいろ名前出てきたんだけど、左はヤクザってさ、ユサさんヤクザだったんですか、うん、隠してたけどさ、隠してごめんね、怖いもんね、怖いと思ったことありますね今までね、セナッチョ住めるから、ウサ君は怖いよ、ウサ君は怖いよ、ね、イメージダウンウサ怖いよね、ウサ君は怖いよ、怖くないよ、可愛いよ、可愛いよ、セナッチョ DVC する、しません、しません、あーする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 ないわしないわ、なんかセナッチョと言うことに似てんじゃない、ちょっと似てるかも、なんで似てないと、似てないんじゃない、お前心なしか顔赤くない、いや、赤い、てか暑いめっちゃ真っ赤なんだけど半端ないよ、赤い赤い、めっちゃ赤いって、びっくりした、4人は喧嘩したりするのしてたよ、あー止めるの大変だった、喧嘩すると俺一人泣いてたけど止めるの大変だったな何時から出勤だった8時に会えるよ、いるの本当にいる、9時、ああ店長と言うよ、9時ぐらい、実家買ったのね、なんで実家ね、一番左実家を買ったわ、え本当だ、実家を買ったわって言ってんすけど、俺今実家の場所どこかわかんないんですよ、まあ、そうだね、引っ越したんだもんね、引っ越したから行きたいでしょ、実家わかんない状態、実家わかんないな俺今やばいね、とりあえず秋田市に行けば店は営業します、してる
どうぞ、先行っててくれたら、ゆとなまお疲れ様ってお店行ったらさ、ゆとなま お疲れ様って言ってくれたらって言って、もうお店に先に来てたら、え、超嬉しい、超嬉しい、それ超嬉しいって、めっちゃ嬉しいな。社長のとこ後で行きます。煽らないで、よく知ってんな。なんで知ってんの。え、嬉しくない。嬉しいですね。お疲れ様、先飲んでたわーって、うん、飲みなよ、テキーラって。テキーラ嬉しい、嬉しい、テキーラ、テキーラでも嬉しい。社長呼ぼうよって。社長ホストじゃないからね。うん、だし、あの社長来ると緊張感が走りすぎて誰も喋れない。俺は絶対出ない。こんなニコ生大好きなのに社長には譲る。いやでもなんかね、うちの社長だと他と違うと思う。ね、他店の社長さんとかとは違うんだよね。そうだから、そういうこと。ねえねえ、ゆうご。なに。誰が言ってるか分かんないけど、名前が出せないじゃん。みんな拾ってないけど、さっきハム太郎今日誕生日だよって言ってた。知ってる。気づいてた。じゃあいい。ハム太郎と誕生日一緒の人っていいよね。とっとこ走れそうっすもんね。とっとこ、とっとこ。あ、え、俺コメントしようかな、これ。え、ちぇ、自分でコメントしちゃう。できるの、それ。できないよ、そんなんね。ゆうごに笑顔大好きだって。で、笑ってないじゃん、全然その顔。笑ってみて。笑ってみて。笑って、ちょっと早く笑ってよ。笑ってって言って、笑わない。セナッチョ、手振ってってきて。じゃあ手振って、手振って。結局、セナッチョでしょ。結局、顔でしょ。足振って。じゃあ、腰ま。怖えな、ほんとに。腰振ろうよ。ねえねえ、スナッチョー。ねえねえ、スナッチョー。こっち振ろうよー。北海道ビッグパン。果たしてあいつが覚えてるかって話だよね。今見ていって、スナックいますかって言った、言ったらいなかったから帰ってきたって。ああ。ああ。ちょ、待てちょ、待てああ。それ、あれだ。え、あれ、どもれ。携帯見た方がいいんじゃないですか。で、あと30分後ぐらいにもう一回来てもらって待っててもらえばいいんですか。ちょっとそれがベストだ。ただユウがさっきプリクラ撮りたいって言ってたから。あー8時いや、プリクラ本当撮んの。撮る。撮んねえよ。撮る。撮んねえよ。じゃあ帰る。帰るよ。分かった、撮らない。撮ろうよプリクラ。うるさい。それは試合だわ。今日何出勤時間。今日出勤には聞いてないでしょって。え？ニコ生言うたら売り上げは8につけとく。まあだったらいいよ。もう何でも何でも入れていいよ。何でも8につけとくんだから全額にしとこう。全額で全額。つらいやつじゃん。それだって8につくんだから大丈夫。まあそう。ちょっと今から100万持って社長に締めに行くわ。ちょ今から店行くわ。ニコ生ホール。エレベーター前で飲んでるらしい、誰か。で、ちょっと大悟さんが何か電話して、エレベーター前に調べてみましょう。調べてみましょう。大悟って、エレベーター前にいるらしいんだけどさ。めっちゃいたですよね。何人かで。もうみんなどういうか分かんないっつって。え、どういっす。ほんといたら面白い。マジで面白い。痛い。行くから。行くから。太客より自分の月の売り上げの半分以上使ってくれたらね、ふと逆で。確かに。え、違うのってことは、5250万と2600万。どうしたらいいの。その5250万ってどっか出てきたの。どっか出てきたの。もうね、見えなくなっちゃう。さっきの俺のあれでしょ、あのメダカの会計5730円だから、その辺から持ってきたんじゃないの。1億は半分に減らすんだ。
1億を半分に減らしたら5000万円だよ。まあそれ固まるよね。俺固まったもん今。何言っちゃったんだろうね。いじりづらい数字だよ。確かに。どうしたどうしたどうしたって感じだよ。言っちゃえば。どうせなら来てほしかったもん。どうしたどうしたどうした。あーね、やっぱコメントがないと僕ら生きていけない。リサさん手振って。え、今日 SOS じゃなくていいっす。俺来たでしょ。何で来たもんね。来た。漏れてました。あ、店長ね。店長、顎じゃない。顎だった。顎振って。誰か店長、顎伸ばしてって書いてる。顎伸ばして。次、50万以上言ったら今の時代太いよ。だって。じゃあ、太いって認めてあげるから使って。まあ、そうだね。太い手にしてあげるから使って。とりあえず。で、現金がいいね。うん、現金がいい。現金でポンと持ってきたら本当にこうやってみんなにこうやってあげる。え、どうするどうする。え、もう使ってくれるの現金で。発散する。すーする。うん。新村いいよ。でも新村は時間的にきつい。間に合うかな。2時がラストオーダーだから確か。そうなの。終わって速攻だね。速攻。50万が10人言えば500万。知ってるわ。そんぐらい計算できるわ。月が1回でじゃねえ。あ、月トータルでってこと。トータルでか。そうか。使ってよ。毎回2村。毎回2村。本格作りすぎてヤバくなっちゃうよね。ホストの本当に暴露を聞きたいわ。暴露って何。暴露なんだろうね。本当はこうですみたいな。店長実は女です。つらいねマジか。つらいね。つらいね。セナンチ実はゴリラですみたいなね。ああ。まあそうだろうな。本当だもんな。無音リーマン嫌だって朝言ったじゃん。俺言われてない。俺言われてないよ。言われた。言われてない。あ、言われた。なんかそうだもん、これなんか。いや、そんな約束してねえだろ。いつ約束した、この番組の成果よ。いつ約束したよ、ほら。出ちゃダメなのかな、ここ。もう待ち待って、待ちがいっぱいだもん。そうだよ。帰ってね、やっぱヘルプだよ。出待ち。え、ヘルプ助けるんすか。助ける。いくら。50万。太いの。俺1ヶ月で50万取れる。一緒や。一緒一緒。セナッチョ出たらね。やばい、お客さん先に行ってるの。お客さん病んでるけど。これでいなかったら俺はすげえショック。どんくらいどんくらいショックか。ちょっとセナッチョあったっていうか。ごめんな、愛してるぜ。おー、早いな、打つの早いな。え、アップした。今アップしながら打ったんすよ。見てないもん。同伴とかなしたいわ。俺もしたい。プリクラ撮り行こうよ。言った方がいいよ。俺とプリクラ撮り行ったら募集した。プリクラ同伴しよう。プリクラ…プリクラ撮りにしよう。プリクラ撮りにしよう。いや、同伴誘ってよ。今頃プリクラで撮るの。撮ってくれるの。だって撮るよ。どんなポーズね。それで、それがあれでしょ。ダンシングジャンバレーでしょ。こうやつ。ジャンピングジャンバレー。ジャンピング。え、なんだよそれ。知らん。え、なんか無茶振りしたんですよ。いきなり本物のジャンバレーよ。ジャンバレーよ。ジャンバレーよ。ジャンバレーはこうなんじゃない。これが元だから。これが動き出したら男子。そう、こうがダンシングで、ジャンピングがこうじゃん。これさ、これさ、なんすかね。まさかね。マジでガラッパコスと見れるんですか。そんな俺のお姉さん見てる。それが本当だったら怖いです。ふっ得意レギュラー交換。ふっ
レギュラーはもうレギュラーじゃなくなってきたからみんな一茶ぐらいずっと出てんの一茶さんじゃフルだねフルでしょ一茶一茶はずっと出るからあとはもうこれがユーゴが出てきてもういい加減あれだよね解禁賞欲しいもん俺あーそれはニコ生さんからじゃないですか店長からですか俺サダイシュニコ生さんに金払ってる側なのもらうの俺らはいそろそろ CM なんですかそうそうねやばいじゃんジャンバラ風にこれだけで CM に行ってきてるのにジャンバラやで CM にどっちでやるんですかなんかCM だよ私たちはクラブフォワードホストです好きな言葉はナンバーワンです好きな言葉は見直しです好きな言葉はオールコールです好きな言葉は出会いですウエスティーズクラブフォワード一日が30時間ぐらいあればいいのよなそれぐらいやりたいことがたくさんできました誰を尊敬するかによって人生って変わると思います出会いを大切に好きだろうかハニイエーイ、あー今日もめっちゃコメントあるわ今だ640だから、ワンクール300ペースだから今だ900、1000ペースだよやべいいよねまたちょうだいまたちょうだいセナラブおやすクリエットみたいなブルーラブみたいなブルーの上着いいですねもうブルー同士になっちゃいましたねブルーは前の回と俺やんイッサと誰だっけあっセナチはピンクピンク着てるやん俺ピンク着ればよかったそうだよそう俺これ着るとすげえギャル王って言われるんだよねギャルじゃなくてギャル王ギャル王って言われちゃうセナチギャル王っぽいセナチでも髪の毛暗くしてもすぐ明るくなっちゃうもんねでも俺明るい方好きなんだよなどっちがいいですかセナチはセナッチは暗いとかっこいいけどね2人が暗いから俺はすごい明るくてもいいかなと思っちゃったいないタイプかな俺も正面いいかなでもギャル男になったことないからね渋谷あんま行かないし本当に、うん、本当かなとにかく一番左行くよいしょイエーイ嫌がらせとしか思えないよねどんなハットがいいんだいって気がするねくるんってなってるでもさ、俺純粋にさ俺ハット似合うのでダメしよ昔超似合うだから俺似合うのと似合わないのここの深さとか多分超こだわりあるそろそろもう全部オーダーで作ろうかなって思ってたしなオーダーで作れるんだよね俺オーダースーツ欲しい買ってあげる本当です か, かありがとうございますだから黒のベルト買ってお願いマイナスこれマイナスや自分で買った方が早い頭のサイズで後悔して何が頭のサイズ後悔して俺のサイズってことドカンってことズドンってことうわ、カマキネじゃん食べちゃったああ食いたかったですか電話で食べますいや、もう終わらないよ時間的に終わっちゃう来るの遅いですかそう遅いんだよなそこなんだし出前したんですか前回出前した明日休みだ明日休みだそれから出勤とかだるくない？だるくない。だるくないね。だるくないと、はい。俺遅かった。出勤するのがだるいとあんま思わない。これ楽しみ。出勤するね。これお風呂入って準備するときが一番。あ、わかる。お風呂入るのもだるいし。お風呂入るの悪い。あ、いいっす。
回酔いときぐらいかな。朝まで飲んでたときぐらいはあーとか思うけど、それ以外は全然。俺使ってるシャワー浴びてるとギューって吐く。温度を下げてなくて、シャワーの、シャワーの大体まあ40度からちょっと上くらいにして浴びてるんですけど、ここら辺だけにあるとハーハーと全然上がんない。シャワー中なの？ない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 。シャワー浴びると酔い冷める。冷たいの浴びてるからか。俺冷たいの浴びてる。酔ってる最初はずっとこうやって俺一番ベストがあのこうシャワーをこうシャーってやりながら寝てる。ああ、言ってたね。それはよくわかんないけど、いや超気持ちいいっすよ。俺鼻に水入るの嫌だもん。あ、やだ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 。こうやって入ってくるんでしょ。じゃあ鼻になんかティッシュとかいいこうやりながらね。でも昔俺フライト絶対鼻血出てた。ちっちゃい顔だったやつ絶対鼻血出てた。俺いつも玄関から落ちて鼻血出してる。え、玄関から、玄関段差があってちょっとそっから落ちていつも鼻血垂らしてた。だから鼻血くなっちゃったから。あ、俺もかNO鼻には触れるな鼻には触れるな。じゃあこれ終わったら合流して一緒に店行こうだって。行こうよ。どうだよ。どこ待ち合わせ？何人どこ待ち合わせ？プリクラ撮るから。撮んねえから。撮んねえ。来たじゃんだっけ。撮りたい。そんなに撮ろうよ。だからゲーセンで待ち合わせよう。ねえねえねえ合流して、ね、一緒に行こうってさ、ヒント教えてほしいよね。ドンキー前のゲーセンどこ？天下一品の前、2カ所で行くよ。どっちに行く？俺天一の方へ行くわ。天一の前？だって、じゃあドンキー前の、対等じゃないの？あそこにしましょう、あの交番の前のさ。対等じゃないの？対等が、多分ドンキー前のゲーセン。ドンキー前まで行くのだるくないですか？だるい。だるい。だから交番前にしよう。しかも、できてたらここにプリクラ機持ってきて出前します？出前できる超かいどこ置くんだよ置くとこねえし。でもあれだよ、ホットクラブが4セットだから違う。そうそうそうしかもたくさん入ってきますから。じゃらじゃらじゃらずっとね。いや、じゃらじゃらウィーン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 だよ。ウィーンしちゃったら誰か買いちゃったのマジめんどくせえマジかよ。いつも4セットだやばいね。シューレットだよ。ちょっと今日プリクラ一番撮れてなかったからお前ら撮れよとか言ってるでしょ。もう撮れねえからとか言って男気さこれあーこの4人とブリクラ同伴ってこと？そういうこと。そういうこと。じゃあ場所決めて5分間だけ待ちましょう。うん。あ、じゃあここの出てすぐでいいや。そこにいてくれたらマジでテンション上がる。7時半にここの出てすぐにいたら行く。プリクラ取りに行く。いや、その子にプリクラ取るのかかってんじゃん。ただ4000ね。2人以上いると思う。2人以上4000ね。2人以上いたら2人で分かりましょう。強制アイドルみたいな次分かりましょう。それ楽しいな。プリクラ女の子って今でもプリクラ好きなのかな。プリ帳とか持ってるとこがいいのかな。まだでも店長昔持ってたらしいから。持ってるとえ持ってるのは普通だったの都会は俺だけじゃねえか都会じゃねえの今から家出れば家しかあるし初回でご招待するのすごいですね。面白そうですねはじめまして、取り行きますかって言われてみんななんか硬いでしょって好きなやつ選んでもらっていいですかねって。さっき残るんだからピンク園があれば大丈夫です。そう、園と同じぐらいだだるいんだろ。どうぞ。皆さん初回ついてくれますか。つく。つくよ。つかして。いただきます。ただイケメンが好きなんだよねって言われた時は俺大体つかない。大体つかないね。大体それそうやって言った時すぐ来るの咲くやろ。せなちゃん。そう。俺じゃない。俺じゃない。いや俺せなだし。やってねえ。やってねえ。それやのイッサさんのやつ。やってない。
俺セレナスって誰に紹介に鏡だ。ああ俺セレナスつかねえぞ。そんなことやろう。さくら先生だった。今日営業とらカラオケ行かん。誰誰誘ってんの。え誰と行きたいの。今日終わった後カラオケ行かん。誰誘ってんだろうなって。誰と行きたいの。誰だよね。4人。あ、一番左だ。一番左だ。どこに行きたいの。カラオケ。カラオケ。俺カラオケだけってちょっと苦手なんですよね。分かってくれます。え、なんかシラフの状態で歌うのがあんまり。営業後だもん。営業後だから。営業後だと本当に覚醒してるかな。してるんじゃないですか。カラオケパスタ行きたいって。パスタだね。ハニート。いや、ハニトーさあれさ、上の部分だけだよ。さ、これでしょ。あれ1枚でいいっすよね、あの、一気にじゃなくて。そうだね、ほんとにハニトー食べたことない。ないの。ない。この顔で。甘いの苦手なの。この顔で。え、ハニトーうまいよね。うまい。俺ハニトー好きだった。この線無理かな。774よし、しょうがねえな。コメントしてやるか、自分で。自分でしようコメントしてくれや。してよ。してよ。もう本当に今日バイスタ客がいないな。今日少ないね。 W だけとかでいいから。 W をさ、 W って言ってくれたな。今いくつ。お、スタジオつくよ。本当かよ、外出るよ。絶対嘘だろ。これでいったら本当に行こう。ちょっと見てくるよ。本当に。最近ホストクラブはみんな私服なの。ホストクラブはどうなんだろうね。みんなはスーツと私服どっちがいいの。やっぱりどっちがいいですか。スーツ。スーツの方がいい。スーツがいいんだよ。やっぱ誰もいないよ、ね、スーツが似合わない人は。それ誰いつでしょ。俺たまに私服だといいかも。違うよ、スーツだと女の子とどっか出かけてかわいそうかなと思うから俺は私服なんだ。いました。 いなかった。いねえじゃん。いないんじゃん。ねえ、いつき外で会うのスーツ嫌だよ。そんなスーツいいかな。もう絶対スーツやめてね。わかりました。でもまあそうだよね、スーツで外で会うとね、嫌がられますね。ね、そうそうそう、スーツ、うん、でもスーツで同伴もしてみたいけど。ああ、なんかホストっぽくないスーツとかで同伴とかは、ちょっとなんかできる営業マンチックな。そうそうそう、そういうので、うん、してみたいっていうのもあるけど、やっぱ嫌なのかなって思うからあんま行けないよね。でも制服って結構個性出るから良くない。良くないですか。じゃあちょっと個性、俺が個性の塊ですか。自分の個性、俺がなんて、みんなと違うもの。俺王道性かな。俺好きな色。そうだね、青だね。お前青好きだもんね。行くさ、水族館行こう。水族館行こう。いっくんですよ。どっちか分かんないですよ、俺いっくんなんて言われないの。影山ぐらいいっくん。あと代表、13ぐらい。そう、どっちかいっくんって言われなくなるの。言われない。いっくんってなかなか呼ぶ人いないからな。水族館行きたい、俺。どういうくんですか。え、どういうくんですか。ダサ俺がそうすんだよ。何言ってんだよ。俺のことはねえだろ。反応ないのこれ。いや、俺超音波送るから。俺もけろ。俺超音波送る。見てねえんだって俺。す見てないの。見てねえんだよ俺。すじこ。こ。こいで。違う。すじこの終わりだから。今送ったのにね、助っ人外国人まで。
俺スーパー飲んでほしいって送ったね。あ、スーパー飲んで。あ、さっきのエッグ、ちなみに樹です。一切ありません。今ドンキー前で出してないだってリアルだな。なんかちょっと、なんかさ、私はエリーさんみたいな感じで。どうぞ。あ、そう、怖いよ今、あなたのみたいな。あと150件送って、150件、いけるでしょ。いけるでしょ。あと5分、いけるから。ちょっと動画面白いらしいの。撮ってんのかな。お、撮ってないかも。いや、俺も怪しい。これロンハンは毎週録画にしてるからな。やばい、時間がない。そうはないよ。マジ1分しかない。あとで、KSK いい、なんでもいい、なんでもいい。くしっく、くしっく、かすか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 、お前ら、かすか、かすか、かす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 が。何やってんだろ、俺。ね、いつだってだけ聞こえると何言ってるか分かんないよね。言うの何。今、ファミファイオまで来た。あ、どこ。あ、え、そこじゃない、ファミあるもん、私できたやつ。おお、あの、マイアミの向かい側らへん。うわぁ、ほんとに。じゃあ先より行くわ。じゃあ俺も行ってるわ。1分前だって。1分前だよ。そりゃごめん。もう行け行け、もう。あっち向いて、ほい。あっち向かない、グイ。向かなかったじゃないですか。だから向かなかったから、ダメなの。頭悪いな。さっきから言うもんな。さっきから俺だけついてくるもん。いや、俺ついてくる。俺だけにしてよ。え、あれやばい、めっちゃ言ってんの。そんなそんなやばいの。30秒前。終わっちゃうよ。いやー、でもね、もう1時間今日も見てくれた姫、ありがとうございました。ありがとう。じゃあね、そういうところに締めよう。はい、はい、シュート。ありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。